宇津港48滝は、岐阜県高山市国府町宇津港にある渓谷、滝。宮川の支流、宇津江川にあり、その上流の渓谷にある一連の滝の総称である。岐阜県の名称、県立自然公園に指定されている。また、1982年に、21世紀に残したい、日本の自然百選。1986年に、岐阜県の名水五十選。2004年に、飛だ。 ミノ公用33線にそれぞれ選定されている。その名称から48筋の滝があると思われがちで、あるが実際には主に13筋の滝からなる。48滝と呼ばれるゆえんは、口実のよそ8伝説からである。下流から記述する。数字は高さ。昔、この地によそ8という若者と母親が暮らしていた。病気の母親のために、 よそ八は岩名を釣りに出かけた。なかなか釣れないため、宇つこの山奥のオロチの住む大沼に来てしまった。ここで釣りをしていると、木の上からオロチに睨みつけられてしまい、オロチの容器で、よそ八は寝込んでしまった。その夜、一人の旅の娘がよそ八のもとに訪れ、数十日看病をする。看病によりよそ八は元気になるが、娘は、私は、大沼のオロチです。 陸で千年、海で千年修行をし、空に登る時が来ましたが、あなたの親孝行を見て、私の地で看病することを決心しました。しかし、そのために私の力はなくなってしまいました。もう空へは登れませんと姿を消してしまった。よそ八は、なんとか、おろちを空へ登らせようと思い、旅の行者に相談する。行者は、不動明王に断食願掛けを行った。 21日間の祈祷の末、突然雷雨となり、おろちは竜になり、天に昇った。大沼の水はすっかりなくなり、谷間の木々もなぎ倒され、そこには大小沢山の滝ができていたという。後に、諸国修行の途上にこの地に立ち寄った工房大師はこの話を聞き、その行者は不動明王の化身。よそ八は四十八、つまり、 仏法四十八眼の意味であろうと言い、このことから、うつこ四十八滝と呼ばれるようになったという、ありがとうございます。